ラジオ、記念すべき第20回でございますね。お送りしていきたいと思います。あざす。シリーズね、ケイクマガワの、今年2021年で活動10周年でございまして、それを記念してですね、行っております。この今までにこの10年間の間に、自主制作レーベル憎しみレコーズからリリースした音源を、処女作から振り返ってずっとね念を追って、その音源をここでかけながらオーディオコメンタリーを行うシリーズ、いよいよ佳境でございまして、今回は2019年、10月5日にリリースいたしました、EP6、ベテルギウス is forgiveness、ベテルギウスの許しという音源のオーディオコメンタリーを、やってみたいと思っております。今お届けしておるのは、これはね、そのベテルギウスの許しに収録されている I Heart You という曲を、昨年2020年の12月にリリースした、脱法再構築アルバムプライベートカーセックスに収録した I Heart You、 プライベートカーセックスバージョンの I Heart You を今かけているところです。何しろこの2019年に リリースいたしましたベテルギウスの許し、ベテルギウス is forgiveness という音源は、ちょっと尋常ならざる精神状態の中で作ったという記憶だけが大きくあり、当時のことを実はあまり記憶がないんですね。で、曲のことはもちろんよくわかっているんですけど、作った当時の心境だとかっていう部分が、まあ大変な状態に陥ったことが あって、その最中に作ったアルバムで、でね、この2019年のこの当時は、ちょうどね、その俺ツイッターなんかを全部やめていて、で、それで何でしょう、自分のね、サイトにね、ブログをこしらえて、でそこでブログ、このサイトでやっていく、情報を発信していくということを試みていた時代でございます。で、その頃にね、なので、このベテルギウスの許しという音源を作るというブログの記事が生々しく残っていたんですけど、それを今ツイッターはまたやってますから、これやるのはいろんな事情があって再開したんですけど、それでね、そのブログを閉じたんですよ。
で閉じたので本当に分かんないと思ってて、で自分のサイトのそのねブログ機能周りのことをちょっと今回調べたら、ブログを復帰させると前の記事が残ってたんですね。ラッキーなことに、ブログ自体をの機能を削除したんだけど、それをサイトの中でサービス、ウェブサービスのね中で、再開すると前の記事が残っていたと、ラッキーと思って、今回ねその当時の生々しい、制作のメモだったり、当時ブログの記事にアップしていたこのベテルギウス・フォーギブネスの全曲解説なんかの記事が残っておりましたので、これをメモとして、当時のケイク・マガワと、そして今現在2021年のケイク・マガワがそれを振り返ってどうかというところをね行き来しながらの、要はって要されてないかもしれないですけど、ベテルギウスによる二重スリット実験を行ってみたいと思います。でね、この前置き長いですが、もともとは2019年の7月にリリースをする予定だった音源でやってたんだけど、もう体調崩すわ倒れるわで、バタバタして、で結局3ヶ月遅れの10月にリリースしたんですね、この音源。でそのあたりのね機微も含めつつ、このベテルギウスの許しというものが何だったのかというのをね、当時の自分が思うそれと今の俺が思うそれというところでね、ちょっとオーディオコメンタリーしていきたいと思います。あざす、ケイ・クマガでございます。この放送は憎しみレコーズからお送りしております。それでは行ってみましょうかね。2019年、ケイ・クマガが作りました EP6、ベテルギウス・ギベッポパーベテルギウス・ズ・フォーギブネス、1曲目 I Heart You から始まっていきます。まあ記憶もそれはね確かなんだけどね、このもともとベテルギウスの許しという音源を作ろうと思うに起点になったのがこの曲 I Heart You でございますね。この曲ができたことによって、最初はねこれメモ見てて、あそうだったんだと思い出したんですけど、最初はこれをシングルにしようと試みたんですよ。で思ってたんだけど、そのシングルを作るための準備をしているうちに、もう一曲この音源の最後に入っているベテルギウスという曲ができたんですね。でその時にこの I Heart You はベテルギウスと絶対に同じ音源に入れるべきだと思って、で紆余曲折を経て EP という形で4曲入りのベテルギウスの許しとしてリリースすることになったと。で収録曲が1曲目 I Heart You 今かかっております。で2曲目に Procyon というインストゥルメンタル曲が入っていて、3曲目に I Want You という曲、4曲目にベテルギウスを収録しておりますね。でね、とにかく当時きつかったって、そのブログにも書いてますね。ね、正直に言うが今回は一番きつかった、ね、懲りたとは口が裂けても言いたくないが懲りたって書いてありますね。アイハーというこの曲を書いたことで今回この音源を作ろうということになったと。まず最初に吉塚駅までは何センチメートルという歌詞の部分が浮かんだと。
センチメートルとセンチメンタルをかけるというチープなアイデア、それを思いついたことで、これはティーネージファンクラブみたいなノイジーなギターポップになるべきだろうと思ったと。それでそうしたと、というふうにメモが残ってますね。そうそうそう、だからね、これ覚えてるのは、とにかくこの曲はね、ボーカルを取るのがもう難航しまして、俺のライブを聞いたことがある方はわかると思うんですけど、こういうその声を張らないまま歌うっていうのはね、まあプライベートカーセックスはまた別物ですけども、ねえ、難しかった。あと単純に歌うのが難しいと、ありましたね。あ、2曲目プロキオン、インストゥルメンタル、ノイジーなインストゥルメンタル曲になってますね。ちょっとアイハというをもう少し解説しますけどもね、そう、ここで大事なことは、あのね、美しい歌を作ったということでございまして、当時のメモに書いているのは、言葉の意味性が逆さまになっていると。で、歌詞がね、やっぱりその、いわゆる商業音楽のポップス、日本の語のね、商業音楽で多用されているようなチープな言葉選びをあえてやって、で、逆にそこに実はその一つ一つの言葉のチョイスが深い意味を持ってそこに配置されるように努めたと。というふうにメモがありますね。それは例えば、揺れた赤い花であり、夜の終わりまでであり、という。で、使い古されたクリシェのようでありながら、意味が違うようなですね。2曲目プロキオン、この曲はね、実はよく聞いてもらうと分かると思うんですけど、この曲のね、ノイジーなパンクソングのインストゥルメンタルなんですけど、このね、曲のコード進行リフって4曲目のベテルギウスのアウトロの部分と全く同じなんですよ。つまり、このプロキオンはベテルギウスを書いてから作った曲なんですね。っていうものがあって、そこでそれぞれの曲名にプロキオンとベテルギウスを配置していることにも、意味があるでございますね。そう、そしてね、この曲はね、実はインストゥルメンタルとしてこのベテルギウスの許しに収録されているんだけども、これにボーカルが入ったホールドオンプロキオン、耐えろプロキオンという曲があるんですよ。実はこれに歌詞をつけて作ったんですけどね、それを作って、で、だけどこのベテルギウスの許しにはボーカル入りでは収録しないことに当時したんですよね。それもまた意味があるんです。すいません。で、このホールドオンプロキオンという歌のついたバージョンはライブでやったことがあって、エレクトリックギターでね。それ多分、俺のチャンネルにはないけど、多分 YouTube 探せばね、ライブバージョンのホールドオンプロキオンはあるんじゃないかしら。それは、そうなんです、今年この後取り掛かるザ・ダークパーティーに収録する曲という設定が、裏設定なのかございますね。3曲目今 I Want You がかかってます。この曲はねアイハトユーができた時に思い出したんですよ。このアイボンという、アイボンチューという曲をもう20年以上前に書いてて、で、ずっと忘れてて、で、アイハートユーを書いた時にアイボンチューという曲があったなって思い出して、じゃあ一緒の音源に入ってたら面白いんじゃないかって思っただけなんですけど、
なので、ちょっといじってね、なんかこうダサいローファイパンクのような曲になってるんですけど、もともとはね、なんかバーズのような趣で、歌い出しのところを聞いてもらうと分かると思うんですけどね、そういう趣の曲だったですね。サビの部分コーラスが今とは違っていて、そう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 、これをだから21、2ぐらいの頃に、多分21、2歳ぐらいの頃にこの原型となる方の I want to you を書いて、当時カセットテープの MTR に録音したんですけどね、今幸いなことにその音源は残ってないんですけど、この I want to you という曲を、作って、これに入れてね、なんだろう、ダサいなって自分では思うんだけど、でもこれが入ってることで全体としては、ああちゃんと意味が流れているなと自画自賛してそうですね、まあはいはいはいですよ。でね、とにかくこのベテルギウスの許し、この音源を作るにあたってはね、当時のメモにもブログでも書いてますね。お、ちょうど終わった。はい、 Well 4曲目、これが最後のベテルギウスですね。これも最新作のプライベートカーセックスに、収録しておりますので、これも美しい歌なので、はい、聞いてくださいとだけ言いますが、そう、当時のメモ、この音源は俺が生きるために、先に進むためにどうしても作らなければならなかったものだと、そしてそのためには I heart you を世界で一番美しい歌にする必要があったと、で俺は全身全霊でそれに臨んだと、書いてますね。そうだね、今聞くとね、もちろんその技術的な問題、ドラムスの録音状態が良くないなとか、ギターももう少しこういい音、しかるべきサウンドになるべきだったと思いますけどね、でもこの音源、ベテルギウスの許しという音源を俺は個人的に非常に気に入っていて、デザイン周りも含めて、いいと思っています。一番なんだろうな、そうだね、ケイクマガワ史上一番めめしい音源ね。まあ基本的に俺はめめしい人間だけども、そうだね、そういうものだと思います。そうだね、当時の発売時のね、コピーのようなものがどっかにあったんだよな。どこだったかな。ちょっとブログの記事を掘ってみましょうかね。そうそう、ここでコード進行が変わって、ここですよ。この曲のベテルギウスのアウトロの部分、これがプロキオンと同じコード進行になっているように作ってありますね。いろんなものを非常に、配置を考えながら、言葉がどういうふうに採用するかっていうみたいなことをね、リアルタイムで、非常に考えながら当時作ったのを覚えてますね。いやいや、デザイン周りの話すると、そう、このジャケットには蜂のイラストが
あしらわれておりましてね。そして当時作る時には、全てのこの CD 音源にね、ベテルギウスの許しのデザインの缶バッジを封入して作りましたね。缶バッジ入りの音源として、作りました当時。うん、そうですね、これ、よくできているなぁと個人的には思いますね。特にやっぱりその I Heart You と今かかっているベテルギウス、この2つの歌、やっぱりこれを書いたことがこの音源を作った理由にも原因にもなっていて、で結果もこうなっているということだと理解しておりますね。よろしいんじゃないでしょうか。そうね、そしてこの音源を作った時のコピーって言ってたやつが見つからないんだな。これなかったっけな。か、ねえ、見つからないでございますね。このね、ベテルギウスっていう曲はすごく長くて、でしかもこういうこれギターのオーケストレーションのようなものをずっと施してるんですけど、これの録音がねすごく大変だったのを覚えてますね。これをその孤独に一人で撮っている状態っていう時の、でしかも精神状態が非常にこう弱っている、なんか、やっているとね、すごく大変だったのを覚えてるですね。大変でございますね、これはね。プライベートカーセックスに入っているアイハートユーもベテルギウスもまたね、趣が少し違いながら、いい感じに仕上がっているんでね、機会があったらぜひ聴いていただきたいと、思いますよ。何しろ今回ね、10周年で作った音源のコメンタリー、オーディオコメンタリーをこうやってね、ずっと初期作からやっていくっていう時に、ということはこのまま進むとこの音源についても喋るんだなと思って、大変だなと思ったことがあったっすよ。でもまあね、そう、本当一生懸命やっているなと思って今思えばすけどね、何しろなんだろう、ちゃんと傷んだりしながら生きているのは、それを隠さずそのままの自分としてまっすぐステージなり生き方生活なりに直結させながら生きているというのは、今にして思えばですよ。当時はね、周りの人は大変だったと、すいません、その説は周りの人は大変だったと思いますけど、でもそれでいいんじゃないのかなと思いますね。なんでしょう、それはだからつまり周りの人を見ていても、俺は結構そういう人の方が好きだなと思いますね。なんか冷たい
人よりさというわけで、今回ですね、いやーなんとかなんとか、2019年10月にリリースした、ケイ・クマガワ6枚目の EP、通算13枚目の音源になるんですかね。ベテルギウスの許し、ベテルギウセズ・フォーギブネスのオーディオコメンタリーをお届けいたしましたでございますよ。ねえ、ああこれだ。ちょっと違う、これかな。ベテルギウスの許しとは愛と死だ。その混沌と大いなる時間と一瞬の永遠だ。甘い愛と甘き死だ。俺はこれを守るためにこれからも戦う、とブログに書いてあります。そういうことなんだと思いますし、いろんなことがこのあと世界は大きく変わりますが、ねえ、人の心はねえ、人の心がそれぞれのままあって、それを混ぜて半分こしようぜっていうコミュニケーションの極致、これは揺らがないでしょう。ありがとうございます。ケイ・クマガワでございました。良い週末をお送りください。